笹野貞子は、日本の政治家、法学者、元参議院議員、京都総政治区理事長、北海道函館市出身、北海道釧路湖南高等学校、同志社大学法学部卒業。1962年、同志社大学大学院法学研究科修士、家庭修了。その後、堺女子短期大学教授などを務め、憲法学を教えた。 1978年から毎日放送、スタジオ2時に出演。1980年、京都府明るい選挙推進協議会長に就任。1989年、第15回参議院議員通常選挙に向けて、日本労働組合総連合会を支持母体とする連合の会が結成され、全国で多数候補者が擁立される。 笹野は連合の会公人で立候補し、長年、自友指定席と呼ばれた京都府選挙区で、自民党新人、西田義弘や日本共産党現職、佐藤昭夫しのぎトップで、初当選した。任期中は、民会連代表、民主党副代表を歴任。1995年、第17回参議院議員通常選挙に、連合の会が解消した。 民主改革連合公認で立候補し、再選。2001年の第19回参議院議員通常選挙では、民主党から通商産業省退官直後の松井工事を出馬させるために比例くくら替えを求められるが反発。京都選挙区から無所属で立候補するが落選。2002年、京都創生塾を設立し理事長に就任。同年、 京都府知事選に出馬した府内軍や議長長の中川康弘を指示。なお、中川は落選。夫婦別姓選択制導入などを盛り込んだ民法改正案推進を求める申し入れ2000年9月29日。ありがとうございます。